仙台市でおよそ60年前に設置された水道管が破損し、市内の一部の地域で断水が続いています。仙台市水道局によりますと、今朝青葉区で水道管が破損して道路に水が溢れ出しました。こちらは午前9時ごろ、近くに勤務する男性が撮影した映像です。男性によりますと、この影響で午後2時現在、職場では断水が続いていて、給水車が近所を巡回しているということです。市は復旧のめどはまだ立っていないとしています。破損した水道管は1962年に設置されたものですが、経年劣化の影響かどうかは不明で、市は掘り起こして原因などを調べています。